しゃ、じゃ、しょ、しょー、しょ、本日はレバニバ発の夕方からの立ち回りでございます。夕方からの立ち回りに関しては私の方に不があります。そうだな、夕方からの自由な立ち回りバトルをディレクションしてたからな。そうです、ね、いろんな人たちの夕方からの自由な立ち回りバトルを見てきたわけだろ。確かにその辺は部があるかもしれんけど、俺も今日ちょっと負けられない。何かあるんですか？今日8月1日でしょ、はい、今日俺この仕事始めてちょうど10周年。10年ですか、うん、で10年前の今頃俺は八王の寝台実践に行ってる。なるほど。ちょっと待てよ、10周年ってことは、うん、あれゲンさん俺の後輩じゃね。いや、すごく腹が立つね、その言い方。もう後輩とか、もうジョーさんにもう絶対言われたくないわ。だ業界歴はだから確か俺の方が短い、ジョーさん。12年ですもんね。俺今やってこれたから、今日で11年目突入。よく頑張ったね、10年。ありがとう。お前ら金持ってる。やめろ。やめろ。10倍以上、100倍近く持っても言うな。だからさ、はい、こういう仕事をしてるとさ、要所要所でそのなんか負けられない戦いというかさ、うん、記憶に残るような実践をしてきた人たちの方が多いわけじゃん、うんうん、ああここでワンマン枚出すかとかさ、はい、ここでこんな見せ場作るかみたいな。だそういう意味では今日負けてるようじゃ生き残れないっすね。俺も20年目はもう絶対迎えれないよね。やっぱレジェンドたちはこういう日にしっかり中身のある実践をします。そう、それがたとえ夕方というハンデがあったとしても今日なんか俺やれそうな気はするんだ。おー、いいフラグじゃないですか。ありがたい。はい、お願いします。はい、さあ決戦の舞台へと足を踏み入れました。どうするよ、 6.5 なんか空いてるかな。こんにちは。はい、あー、いいぞいいぞ。あ、そうです。やめるって。え、こんないい場所。やめ、めちゃめちゃいい場所の入り車が空いた。いや、めちゃめちゃ順調よ。4000枚出てる犬屋が開くって文句ないよな。 6.5 号機他に開いてない。大丈夫、怒られない。こんな出来すぎた展開。こういう仕事をしてるとさ、要所要所でそのなんか負けられない戦いというかさ、記憶に残るような実践をしてきた人たちの方が多いわけじゃん。今日なんか俺やれそうな気はするの。おー、いいフラグじゃないですか。ありがたい。いや、これ完全にあの噂の指定台じゃないですか、これ。夕方から指定台とかあんの。俺雇ってたろ。朝から打っててみたいな。なんでやめるんですか。用事があるんだって。ありがとうございます。今日帰れんぞ。いや、持ってるんですよ、うちのゲンズ。はい、イヤホン取ってくる。はい、取ってきます。よーし、じゃあ実践開始です。いや、まさかまさか 6.5 号機が取れるとは。もう鉄拳も満台、アクエリオンも満台。そんな中、カメラを回し出した瞬間、犬屋車が開くという。しかもこの店内で角というね、うってつけの場所ですよ、収録に。なんでベルでチャンスじゃって言われるの。なんだなんだなんだ、何を煽ってんの君たちは。チャンスオンか。あ、すげえいいタイミング。なんなん、でも三日月だったもんな。急に満月になるとは思わないよね、普通。だってこれチャンスオン成功でもあれでしょ、ぶった切りでしょ。うわうわうわ、チェリー引いたぞ。ジョーさんがね、今ちょっとあのイヤホン取りに戻ってるんですよ。戻ってきた時にもう AT やってようぜ。ほらほら、後期後期って、ほら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 、気配8点。残りまだ13ゲームあるぞ。ダメだよな、王者。いや、どうだ、弱者1回しか引いてないぞ。いや、まだ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 。あー、弱そう。いけ、
うーわごめん黙ってよチャンスを外したこと。おはようございます。はい、どうもおはようございます。改めましておはようございます。打ったことある？ないっす。俺も1回しかないのよ。俺なんなら使用も知らないです。今日現在では俺 6.5 号機で正直一番刺さってない。あ、刺さってない。一番刺さってない。世間の評価とは逆だけど、カバネリ、鉄拳、アクエリオンとある中では、はい、最もパチスロらしさを感じてない。なるほど。疑似遊戯なんよ、大事なところが。うん、だからちょっとそのインチキ感があって。なるほど。であんまりその初打ちで刺さらんかった。まあさ、あくまで初打ちの話だからな。そうそう、ダメな台打っただけの可能性あるから。で、通常時は何を待てばいいんですか？このね、ぶった切りってやつ。ぶった切りね。このカットインが入って真ん中に、はい、まあ、ほら疑似遊戯なんよ、プルプルしてるだろ。あ、プルプルしてる。真ん中にぶった切り目が止まったら、そこからチャンスゾーンじゃない、前兆に行くの。うんうん。で、当たればシコンボーナスってことです。そう、これでいくか。はい。で、これでぶった切りでね。で、まあ AT 中もこれが大事なの。うんうん。ああいう疑似遊戯やった。これがチャンスゾーンですか？いや、これは前兆、ただの前兆で、こっからまあありがちな、ほら色が変わればってやつ。ああ、もう寒いな。寒いね、この辺は寒い。 ありきたり。まあ世間ではそのやれ万枚だ2万枚だって言ってね、うん、評価されてる中古相場もどんどん上がってるけど、俺たちそんな甘くないからな。うん、そんな過小評価というかね、簡単に評価しないですからね。過大評価ね。うん、うん、過大評価してやらんぞ。やんのか、こら。はい、やんのか。はい、まあやかしと対峙する前にわしと対峙するか。間違えたやろ。はい、やんのか。やってやるよ、こら。おい、この前兆当たるかどうかかけようじゃねえか。おー、いいぜ。負けた方はそうだな、5分間アメリカ人のモノマネだ。ああ、いいぞ。やってやる。俺外れる。俺じゃあ当たる。え、ちょっと待って、外れる割合のが高くない？ああ、高設定だぞ。大体当たるに決まってるだろ。ああ、じゃあ当たるって言えよ。芋引いてんじゃねえぞ。芋引いてるのあっただろ。ほらほらほら、下から2番目のやつや。絶望じゃねえかよ。あら、できるかな。おい、ふざけんなよ。当たったらだろ、当たったらアメリカ人の技だろ。俺順…あ、え、嘘。いや、まだわかんないし。ここジャパニーズやねんけどな、やっぱ寿司が食べたいな。日本のスロットって奥が深くて楽しいな。語尾全部なーっていうのやめろ。ちょっと外れてるじゃないですか。まあ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 。え、あと金入んの早くね、これ。早い。めちゃめちゃ恋持ち悪いのよ。イニア社の原作を知らなくてもこれが当たらんってことは分かる。もう飛ばす。いや、これ負けるぞ結構。金変の早いな。もう1万なくなるじゃん。もう1万。今日いくら持ってきた？言いたくない。怒らんから言ってみ。26,000。まあまああるよ。あるんです。でもほぼ全です、それ。いつまでの全？10日。まだ8月1日。10日。 あと9日か。うん、2万は残したいな。残したい。いやいや、6,000も減らしたくない。1円もやらん。やらん。え、どうする？じゃあ今日もピンにする。この台を前にしてピンにする。1時間ごとに交代しましょう。最初絶対無理や。あ、天井いくつ、ジョーさん？一応念のため。いや、天井知っちゃうと意識しちゃいません？じゃあ一応3択で教えます。はい、まず1。はい、5ゲーム。あー、なくはないね。2、うん、8ゲーム。いやー、だったら5にするよな。3、うん、で666ゲーム消化でシコンボーナスに当選する。いやー、難しいな、その3択。3はなさそうですね。666だろ。うん、そんな極悪ない、誰も打たないだろう。説明も丁寧だったしね、ちょっと。666だったらこんな流行ってないよ。うん、しかも666出てくるのがシコンボーナスだろ。うん、それは張さんちょっと嘘つきすぎ。うんうん、じゃあ何だと思いますか？外れたら5分間アメリカ人のもの。3番だと思う。正解だよ。
ミドレンジャーまで行ったぞ。今日なんかちゃんとステップアップしていってますね、うん、最初が青で次が黄色で今回緑で、で次発展。お、上側に豆の。お、いいんじゃないこれ。顔を化けてる。すげえ敵やな。でもなんかチャンスアップっぽいのがないぞ。いや当たらんな。当たらんね。666見えてきたぞちょっと。あとスルー回数天井。そんなもんは食らわん。いらん。最大8回ですね。言わんでいい。食らわん。え、でも今聞いちゃったでしょ。何が？最大天井。いや意識せん。もう忘れた。当てたら、晩飯おごります。8回。はい。8回だと思う。はい。あ、なんか熱そうだぞ。よし、当てるぞ。もうそろ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 。ほら、カットイン入っちゃったもん。お、なんか変なチェリーだね、うん、あれ、あ、でも赤、赤、あー、戻った戻った。大丈夫大丈夫。天井まで行かずに済んだね。ちょっとお得。投資14。おい、598ゲームです。これ通せばでもあっという間に帰ってくるから、うん、このシコンボーナスっていうのは、うん、まあ、どれくらいの割合で AT につながるんですか。指定回数とか関係なく予想 3、4割。まあまああるな。なんか引いたらいいんですかね。この後です。それはここはじゃああんま関係ないんですか、うん、ここはあんま関係ない。飛ばします。はい、もう今日は、お店に来てるお客さん全員に、うん、諸積やりやがったなと思わせるぐらい出してください。おお、任しとけよ。なんで夕方から来てこんな良さそうな台積もってんねんやって。あ、え、え、今来てる。え、いや、この後なんかあるんだって。これはじゃあ普通のルートではないですか。おやべおいしいで、この間は同じ色のナビが2連続すれば、連続ば、ね、ぶった切り目の抽選してると。こうやって青青、今青引いたから、はい、これ上手で、この次のゲームでぶった切り目の煽りがこうやってくるの。なるほど。で、一応その銅ナビ2連続で 40% 期待であるって言われてるけど、うん、俺はこれは嘘だと思ってる、うんうん、それ多分状態とかによると思うよ。え、めっちゃいい滑り出しじゃないの。これすごいいい滑り出し。最初この、ね、一発目取るのに10ゲームがかかったりすることはあるから、うんうん、まんまいてるぞこれ。いや、あるぞマジで。もう、わあ、白白7になった。これで白7だと200枚ね。おいおいおい、これが変わります。5万でいいよ、5万で。クリア者はいます。ありがとう。はい、じゃあ行きまーす。で、次またあのぶった切り目止まればボーナスの2個もらえるの。全然ちょっとずつ増えていくの、もらえるボーナスの数が、だから5個とかになるとすごい、もう、もう感想間近みたいな。え、超出そう。これだけ聞くとでしょ。あ、ありがとうございます。いただきます。いただきます。あったかい人が多いね。だってさ、普通さ、こうやってパチンコやってさ、いろんな人の感情が入り混じってるわけじゃん、うん、フラッと来たやつがさ、犬屋さんの肩開いたってさ、うん、座ったら何やいつクソったれがって思うよ。祝福してくれてんだもんね。もうね、頑張ってくださいって。やばいわ熊本。6時からでも出してくださいっつってさ、もう引っ越そうぜ。いや、価値あるよマジで。絶対幸せになれるよ、うん、ここ住んだら。赤来い。ああ、クソが泣くぞ。だから何出さないとどうしようもないの、うんうん、まずイメージ、イメージ。逆、逆。イメージ。逆。よしよしよし。で、これで 40% だからさ、もう危ないよ。
でここの色が違ったりすることもあるの。ほらもうこうなんのよ、もうやだもう。うわ残り3ゲーム引け。ここでもナビ出さないとな。あラストチャンス、青出せばチャンスはもらえるぞ。ちょっぺ。あ、なんか偉そうじゃない？わからない。でもね、ほんとね、もうさっきみたいな感じなのよ、うん、だいたい。え、これ 50% で連チャンとかそういうのってどこでなんですか？1000枚以上超えたら必ず引き戻しゾーン行くの。あー、なるほど。1000枚超えたら。これはじゃあ引き戻すゾーン行かなかったんですね。そう、1000枚出てないからね。で単発で終わった場合とか、あの20ゲームをスルスルすることもあるのよ、うんうん、1回も取れずに、はい、でその場合もそれなりの頻度で行ってくれるらしい。なるほど。じゃあ一番ダメな出し方したんですね、これ。うん、そうだな、一番面白くないね、1回で終わるっていうのは。引き戻しゾーンももらえないし。いや、飲まれたもん、飲まれたもん。やばっか、今日これやばいよ、やばいよ。やばいよ、やばいよ。あ、超チェリーだ、すごいタイミング。あ、これぶった切りチェリーっていうのかな。今中にバーなってたね、うんうん、速発展熱いんじゃないのこれ。ほら あるぞ。追加投資したすぐのタイミングで。いや、今のはただの強チェリーなのかな。ぶった切りの時はぶった切り目が止まるのかな。一応多分テロップで出てるでしょ。当たればよか、当たれば何でもよか。イエーイ、はい、いってらっしゃい。170ゲーム、はい、1万5000円。1万5000円ね。だ今日だけで言うと2600円ってことか、はい、そう考えればいい。ほら、これこれ普通これに行くのよ、うん、鉄砕がチャンスねがなく、さっきいきなり AT 始まったの。だ意味わからんかった。えってなってる。これの期待度はどれくらいなんですか？ 3、4割ぐらいじゃない？子役引けばチャンスみたいな、うんうん。で1回もカットインが発生しなかったら確か次に持ち越される。あと10ゲームみたいな感じ、うん、あーやばい、あーダメだ。はい、ラスト。あいた。満月になったよ。いけ、ザイン。いかなかった。あ、あれでまたゼロに戻るんですか？そう。マジ？これ超負けるじゃん。ちょっときついのが分かってきたろ。ただ、ジョーさん、はい、6.5 号機よ。まあ入れた分はね。そう、今俺たちが入れてる分はただの貯金なのよ。もうやめないだろ今日、はい、だってこれ返してくれるの？なんかこの1周目のタイミング合わん。わかります？わかる。1周押しできないよ、うん、あ、強制。やっぱさっきのぶった切りチェリーっすよ。あ、なんか中リールブカブカになったもんな。あ、何してんだよ。なあ、なんだよ今の。メニュー画面じゃ。あいつのことジョーさんって。あ、ジョーさんこれ、うん、あ、いいね。俺これ好きだよ。かわいいやん。これゲンさん。いや、もうちょっとなんかない。別になんか主人公にしろさ言わんけどさ、今たまたまもう一回出たから、なんか出たやつ言っただけやろ。緑まで行ったね。あ、あ、ホットよ。あ、なんか引いただけか。これいいんじゃないですか。いけるんじゃない。チャンス目も強調にも引いたよ。あ、しれっと追加しました。あ、ゲンさん、ゲンさん、俺もうちょいかっこいいぞ。こっちゲンさん。赤じゃん。ほら、一発目で決める言うたやろわし。わあ、ここで当たりです。オッケー。89ゲーム。ちょっと AT 入れてくれ。ボーナス確定だぜ。はい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 。慣れてきた。ナビ出るタイミングがつかみました。
頼ますよ。一回もカットインなしはそれはそれで OK よ、うん、ここはもうそれでいきます。とりあえずこのね、はい、残り2ゲームしかないからな、うん、何もしてない何もしてない、そう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 、次ラスト OKOKOK2 来たね、2来たね、はい、おおやるね、おい最初の5ゲームで決めれやったらもうパスします。あなるほどな、うん、何もしてなかったら次に行きます。あいいね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 、6、うわー惜しいな、あちょうど残り5ゲーム、うん、どうすんのかな、まあ、許します5ゲームなんで、まあ物にするってことね、じゃあ入った、レープ引けないですねここ。あんだけバンバン言ってたのにな、うん、お？お、何だった？おい！代打強えな。じゃあもうしょうがない。最初の方でやっていいよ。Okay. 前半パートでやっていいよ。ここで一旦チャラにするか、うん、チャラにしよう、一回通してる感じ、うん、今日もあんま遊んでる時間ないからな、うんうん、まあまあいいでしょ、さっきはイメージしたの、したした、ここに会おう、おいおいおい、場所は違うけどしっかり会おうだぞ一発目これ添えないね、まあ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 まだまだ湧きょうですよ、まだまだまだ、うん、ここに合う右の合うね、はい、なんだ引いたな、チャンセーブ引いたな、まあこれはこれでいいんでしょ、50か、あえおい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 、まあまあこれはもう揃うよ、一発のほら一発目でそれはもうさすがに、ちょっと使いすぎだぜ城さんよ、いや俺、うん、悪いことしてないですよね悪いことしてないんだけどそれがなんか納得いかん感じあるやろ、うん、もう7ゲームか8ゲーム減っちゃったもんね、あ大丈夫、あと3ゲームよ、3ゲームってもう1個取ってお願い、3ゲームでもう1個取る取る取る、あーいいね、何も持ってくるね、うわそうやってな、邪魔されるんだよな、しかも中押しちゃった、知ったかぶって中押ししたな今つぶったな、ああこれまでやっていいよ、今残り10ゲームでしょ、うん、青、青自分ここはゲンさんやって力合わせよ、オッケー、ダブル青でな、右の青持ってくるわ、オッケー、場所はどこでもいい、そう俺ゲンさんね赤よく引くイメージなんだよな、色で言うな、俺たち赤と青だもんな、うん、じゃあもう一回右の赤引くわ、場所はどこでもいい、はい、どうす、おい、下手したらラストチャンスだぞ、早く俺ら下手すぎんか、もうなんなんマジでこれ、あ、なんか引いたっぽいね、ほら、OK、あ、もらったのこれ、ほらほら、なんか違う人買ってんだもん、俺カットする間だけあげようか、ください、やだね、取ったぞ、2個目取ったぞ、あともう1回取れれば投手番返ってきますね、そうね、
赤アンソン、よしよし、あ、まだ持ち越されるの、うんうん、もう一回、あ、赤じゃなくて白で、よしよしよし、オッケーオッケー、やるぜ、あ、赤になったよ、あ、封印確定ってなった、だからホールド確定ってことか、やったぜ、いいじゃん、いいじゃん、いくぞ、後期、さあ何ゲーム止まったでしょうね、大体何ゲームぐらいなんですかね、10いくかいかんかぐらいじゃない、10もありゃ御の字ですね、強チェリー引いてやるよ、してくれ、もう1個取れればほぼチャラまで戻る、ほら早速赤、ゲーム数数えてて、1、ああ、2、くそ、あ、3ゲーム、うわ3ゲーム厳しい、この3ゲームで未来を変えるんだ、人気の赤、中でもドイ、 OK、 あ、カットイン入ったぞ、いいんじゃない、いやでもなんか文字の色かな、何もないよりは、あーチャンス危ないぞ、あー、うわー、もうなんなー、青、青は俺に任せろ、サラリーグ、サラリーグ、俺の T シャツも青、おい、すかんだよ最低や、疲れたらやろなんか引いたか、あーやばい、あーやばい、もう次ナビ引かないと終わりってことでしょ、うわー、ほら青の城リベンジだ、ラスト1ゲーム、待てよ、いけなんだよもう無理だろこれ、あ、なんか偉そうな画面出たよ、あ、調べてみよう、うん、これ絶対 何とか確定とか何とか濃厚とか、うん、何否定とかでしょ、これ次からもう青名乗らん、お、なんか引いた、あ、ここで強チェリー、これ書き換えられんじゃないの、はい、どうすん、おい、今の絶対書き換えたろ、115ゲーム、さあ、げんちゃんこれ2回目だから今度は決めてください、ほら、おお、ほらほらほら、おお、ほら、おお、ほらほらほら、赤で赤、ほら、おお、もう1ゲームなら十分俺にそんなね、10ゲームもいらんって、これは言っただろう、言ったろうが、だからほら、いらんいらんいらん、ゲンさんにはもう1ゲームじゃ足りるね、もう3回目だぞ、ちょっといい加減なあ、ちょっとなんかもうイメージわかんわ、今晩まで勝てるイメージだよ、赤赤引いてるぞ、もうおっし、おお、うまい、もうあっさりこれ決まれ、とりあえず一発、おい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 、もう一発目は8割ぐらいでくれ、楽させい、赤赤赤、あ、ジョーさん出てくるな、ここですまね、あ、チャンス目だ、お、え、これはもうもらったろ、ほら俺が仕事しただろ、これ仕事したね、ジョーさん、嘘やろ、嘘やろ、さっきのチャンス目外しがさ、もうめちゃめちゃ効いてる、すごいダメージ今、ダメージダメージ、あー、ダーパンプが応援してくれてる、行ってやるぜ、このあの重さは超特急、うわ懐かしい、ダーパンプが、俺の背中にはダーパンプがいる、よらー、ダーパンプ、ダメージ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 、いやもう残り9ゲームか、しんどいなこれマジで、で50枚もらってもさ、
どうやったら出るんだろうマジで。あ、ネガティブあかん。あ、確かになんか今日全体的に ネガティブだな。俺たち大体いい台掴んだ時台に任せっぱなしだから、うんうん、自分で何とかするっていう、うん、その気持ちを持ってやろう。9ゲームあるから10ある、うん、10ある。あ、10ゲームか。ここで何、ここで何、ここで何、じゃあ5回は引けるね。ここで何、よしよしよし、オッケー。次レバーを大事に、大事と呼吸して。あ、なんか声が違う。ほらぶっさぎてくださいって言われた。ほら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 、いいよ、シンクロしてきたよ大と。こういうことやれればいいわけか。うんうん、よしよ、okay、でさらにここでホールド3ゲームとなって、うん、その3ゲームで引こう。なるほどな、ゲーム数つまりは減らさないと、うん、6.5 号機が辛いなんて言ってるやつはな、もぐりだ。確かに辛いのは自分で甘くしないんだよ。甘えんな。あ、白の7だ。500枚返ってきたよ。お、本日最高枚数ですかね。あ、そんなことねえか、引き継いでる枚数。あ、そういうことだ。あと2回取れれば引き戻しゾーンをやれる、取ろう、可能性が出てくる。あー、封印取れんかった。まだだ、諦めな、諦めんな。ネバギは残り9ゲーム。いけ、お、封印してくれた。いくぞ。あ、まだ封印してる。あー、4、まだ封印してるよ。長いな、これはいかそう。大事に大事に。あー、封印長いぞ、これ長いな、今回。よしよしよし、行くか、青行くか。あ、俺が行こう。うん、リベンジ行こうぜ。ほら封印中ぞ、封印中の青、大事。なんでもそっち行くんや、もう終わった、封印終わった。あったあったあった。うわー、やばい、決めろ。ナビは引けてる、ナビは引けてる。集中集中、右の青、 OK、 中だけどね。うん、逆にこれ生かせばほぼチャラに来たもの。名教室い。絶対1回はこれ挟むよな。頼む、中の赤、ラストチャンス。これ当たったの、最終ゲームはもらっただろ、こんなの。え、させてもくれないの。吐きそうになるな、これ。世の中で話題になってるおかわり4000万やってやるか。やったろやったろ。おい、ゲーム数上やか、すごい。勝つって言った今。ヤマト神帝、力をくれ。あ、あ、ロンドロンドロンド、なんでこれ強栄じゃねえか。あ、これヤマト神帝じゃねえか。いつもレーティーランブ公開に点滅、ハヒフーヘホーのサイン、それバイキンマンやないかい。こんなね、ヘライラしてる場合じゃないぞ、本当に。